実業家、堀江貴文氏51と実業家、西村博之、博之氏47がそれぞれの X、旧ツイッターを更新。自身を語るネット上の詐欺広告について言及した。Facebook や Instagram を運営するメタのマーク・ザッカーバーグ CEO は2月27日、岸田文雄首相と面会。 AI 分野への投資などについて意見を交わしたという。同日、堀江氏は、俺の詐欺広告やめさせろや、と怒りをぶつけていた。堀江氏は昨年11月にも、相変わらず FB とかインスタの詐欺広告に私の肖像が使われてると報告してくるおせっかいのバカが湧いてくるが、そんなのは何ヶ月も前から把握してるし、メタ社に何言っても聞かないんで警察に通報してくれ。 騙されそうになったのお前らなんだから、と綴っていた。また、広行氏は今月3日に、ホリ堀江門、語り投資詐欺仙台の女性が3000万円被害、というタイトルのネット記事を添付し、インスタとフェイスブックに湧いてくる詐欺広告は通報しても何度も出てくるけど、なんとかならんの。被害者もいるのに、と嘆いていた。ユーザーからは、本当に無法地帯。 最近の有名人を語る偽広告はひどい。そもそも対策しようとしてるかもわかりませんがひどいですね。コストに対して儲かるとなったらなくならないよね。外資だからなかなか取り締まれないんでしょうか。といったコメントが寄せられていた。